マインツ中央駅は、ドイツラインラントプファルツ州の州都マインツにある駅である。バーデル、S ステーション現在の駅は、フフツ戦争後の都市の拡大に伴い、1882年から1884年にかけて建てられた。1840年4月13日に、ラインマイン側の対岸のフランクフルトとビースバーデン間にタウヌス鉄道が開通し、旅客がマインツから減少した。その一方で、マインツはヘッセン大公国の最大の都市であり、鉄道網の開発にとっては魅力的な地であった。1845年にマインツとルートヴィヒスハーフェンアムラインをつなぐ路線の許可をヘッセンルートヴィヒ鉄道が得て、1847年から建設が始まった。1848年革命の影響により、路線の完成は1853年3月23日に遅れた。オリジナルの駅は、要塞の城壁とライン側に隣接した土地に築かれ1853年8月にオープンした。1858年には、ヘッセンルートヴィヒ鉄道がダルムシュタットを経て、アシャフェンブルクに至る路線を開設したが、ライン川をまたぐ橋が構築されず、ライン川右岸のルートとなった。旅客は船でライン川を横断しなければならなかった。そのため、1860年に鉄道橋の建設を開始し、1862年12月20日にローマ時代以来初めてのマインツでライン川をまたぐ橋が使用開始された。1859年10月17日にマインツとビンゲン間の路線が完成し、1871年にはマインツとアルツァイ間がゴンゼンハイムを経由した路線で開通した。19世紀にマインツはダルムシュタット、ルートヴィヒスハーフェン、アシャフェンブルク、ビンゲン、フランクフルトの結節点として発展し、乗客は着実に増加した。しかし、このターミナル駅は要塞や城壁、ライン側に挟まれた場所であったため、鉄道関連施設を拡充するエリアが制限されていた。1858年にはすでにマインツの新聞にて駅の移転が報じられている。川岸の構成と町の発展、拡張及び鉄道の開発は許容可能な結果を生み出すために協調性の高い計画を必要とした。1873年に建築家のチーフのエドゥアルド・クレースイッヒが町の西側駅を移設することを提案した。この提案では、駅の場所へ至る線路を引くためには、都市の西側へ大きなカーブを建設しなければならなかった。さらに、要塞の下にトンネルを掘らなければならなかった。マインツの建築家、フィリップ・ヨハン・ヴェルデールが砂岩を用いて、バロックと新古典主義の要素を持つ、ネオルネッサンス建築の駅を建築した。1884年10月15日に駅は盛大にオープンした。ICE等の長距離列車やローカル列車、Sバーンなどの列車と1日あたり6万人の旅客を扱っている。また、駅はマインツのトラムネットワークや都市、地域間のバス輸送の重要な結節点である。ありがとうございます。